新宿スバルビルは、かつて、東京都新宿区西新宿一丁目に所在した建築物である。1966年に竣工し、富士重工業が本社を置いていたが、2014年8月に渋谷区恵比寿の恵比寿スバルビルに移転した。2018年8月より、解体工事が始まり、翌2019年5月に完了した。 1953年7月に設立された富士重工業は新宿靴のはず2丁目73番地の東富士ビルに本社を置いた。翌1954年には関連会社を統合し、本社機能を千代田区丸の内の内外ビルに移した。1964年には東富士ビルを解体し、同一に新本社ビルを着工。 1966年1月に新宿スバルビルが完成し本社機能を移転した。新宿駅西口の正面に位置し、1階には新型車両を展示するショールームを開設。付近の街路は観光バスの発着場としても使われ、2011年3月の東日本大震災では帰宅困難者を受け入れた。2010年8月に富士重工業は本ビルを 小田急電鉄に340億円で売却する契約を締結した。本社はその後約3年間賃貸契約で入居していたが2014年8月18日に渋谷区恵比寿に完成した恵比寿スバルビルに移転した。これに先立つ同8月15.16の両日、本社を新宿エリアに48年間にわたり置いていたことに感謝を込め、 富士重工業が空室となったフロアの窓に内側から映像を映すリアプロジェクションマッピングを行った。富士重工業本社の退去後も名称は新宿スバルビルのまま変わらず屋上には引き続きスバルの看板が掲出されていた。また、水保銀行新宿西口支店しに薬水の流星、同薬局スバルビル調剤店、地下飲食店街も営業を続けていたが2016年に 入ると、水穂銀行新宿西口支店は、新宿センタービル地下にある、同行の新宿新都心支店内に、ブランチインブランチとなる形で移転し、薬の流星、同薬局スバルビル調剤店も閉店した。水穂銀行と薬の流星、同薬局は、新宿スバルビルからの退去理由について、自己都合ではなく、あくまでビルオーナーの都合によるものである。と発表している。 地下飲食店街は地下2階にあったマクドナルド新宿スバルビル店を除きすべてのテナントが閉店し小田急百貨店本館や小田急ハルクなどとともに再開発が検討されることとなった2018年7月21日をもって最後のテナントとなったマクドナルド新宿スバルビル店が閉店同年8月からビルの地上部のみが解体工事に入った 奇数が注目されている新宿の目の位置する地下部の今後については所有者となった小田急電鉄は新宿の目を解体するか残すのかも含めてこれから検討していきますと J ・キャストニュースの取材に対し回答していた2019年5月に地上部解体工事は完了した後地は都の新宿の拠点再整備方針対象エリアのため 整備事業着手までの暫定利用として、同年8月22日に新宿小田急パークがオープンした。新宿の目本ビル地下の新宿駅西口地下広場に面した壁面には、1969年に彫刻家の宮下よしこの制作による新宿の目が設けられた。目を模した高さ3メートル、幅10メートルのアクリル製オブジェで内部に照明が組み込まれている。 2011年3月11日の東日本大震災福島第一原子力発電所事故以降は節電のため消灯していたが蛍光灯から LED 照明に改めた上で2015年2月から点灯を再開した2019年6月4日何者かによって新宿の目が破損されたと新宿警察署に通報があった同年8月9日に修理が完了した ありがとうございます。